ジェームズ・トーマス、ジミー・ファロンは、アメリカ合衆国のテレビ司会者、コメディアン、俳優、歌手、ミュージシャン、プロデューサー。NBC の深夜のトーク番組、ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロンの司会を務めている。それまでいくつか、映画出演したが、1998年から2004年まで、サタゲー・ナイト・ライブ、2009年から2014年まで、 レートナイトウィズ・ジミー・ファロンに出演していたことで知られる。2013年4月3日、NBC は、ソチオリンピック開催期間中に、ザ・トゥ・ナイト賞の司会が、j レノから、ジミー・ファロンに交代することを発表した。これに伴い、ファロンは、レートナイトを交板することとなった。ファロンは、ザ・トゥ・ナイト賞について、レートナイトと同様の番組とし、何も変わらない。 より目を引くものとなるが、基本的には変わらないと語った。ニューヨークブルックリンクで、ベトナム帰還兵である父ジェームズ・ W ・ファロンと、母グロリアのもとに生まれた。父親が IBM に勤務している間、一家はニューヨーク州キングストン近くのソーガティーズに居住していた。祖先は8分の5がアイルランド系、8分の2がドイツ系、母方の祖,祖父。 ハンス・ホブルセンはノルウェーのフレドリクスタからの移民である。幼少の頃、彼と彼の姉のグロリアがサタゲーナイトライブのネタを真似したところを両親が撮影していた。大学在学中、寮で毎週この番組を見ていた。10代の頃にはジェームズ・キャグニーなどのモノマネを両親の前でしてみせた。ちなみに後に、ファロンはギャグニーのビルに住むこととなった。 音楽にも傾倒し、13歳でギターを始めた。その後コンテストやショーなどでコメディア演奏を披露するようになった。ソーガティーズにあるカトリック系の小学校であるストリートメアリー・オブ・ザ・スノー、1992年にソーガティーズ高等学校を卒業した。その後ニューヨーク州オールバニーにあるザ・カレッジ・オブ・セイント・ローズでコンピューターサイエンスを専攻し、 4年生でコミュニケーション学に転校したが、その後単位が足りず中退した。私はコンピューターサイエンスを専攻した。本当に難しくて一度逃げ出したこともある。死に取り掛かったが、私は計算ができず難儀した。コミュニケーション学に転校したが正直言っておかしな学問であったと思い返した。後にコミュニケーション学部長がファロンのいるニューヨークを訪れて、 直々に追試を行い、2009年5月9日、ファロンはコミュニケーション学士及び名誉学位を授与された。この第86回卒業式でファロンはスピーチも行った。その夜のサタデーナイトライブのエンディングでは卒業証書を掲げていた。ファロンは自身の成功のためにトロール人形を信じていた。高校を卒業するときに卒業式用の帽子とともに、 トロール人形を送られた。ファロンの母はニューヨーク州ポキプシーにあるバナナズコメディクラブで行われるオーディションの情報を得た。ファロンはスタンダップコメディでトロール人形のコマーシャルのネタを思いついた。またスポークスパーソンのオーディションを受けるという設定で数々のセレブリティのモノマネをした。オーディションで合格しツアー公演を行った。ロサンゼルスで 演劇集団ザ・グラウンド・リングスと共に即興劇を学んだ。映画ザ・スキームに出演した。ファーザーズ・デーではセリフが一行あったがカットされ、その他体制として見ることができる。1998年スピンシティ第2シーズンに早くの写真売りの役で出演した。 1998年終盤までロサンゼルスのグラウンドリングシアターで演技の勉強をし、劇場のザインプロブで一公演7.5ドルを得て、そこで深夜に放送される長寿スケッチコメディ番組、サタデーナイトライブのニューヨークで行われるオーディションを受けるように勧められた。この時のモノマネのレパートリーは、ジェリー・サインフェルド、フレンチ・スチュワート、パッド・オブライアン、クリス・ロック、ヒラリー・スワンク、 ギルバート・ゴットフリード、エンリキ・イグレシアス、キア・グリーブス、デニス・ミラー、アダム・サンドラー、ジェフ・ホックス・ワーシー、エディ・マーフィ、ラリー・ザ・ケーブル・ガイであった。歌真似では、U2 の棒のカウンティング・クローズのアダム・デュリッツ、アラニス・モリセット、ザ・キュアのロバート・スミスであった。1998年から1999年のサタデー・ナイト・ライブで、ファロンは、 モノマネにより格好たる地位を築き、1999年夏には主要キャストとなった。ファロンの主なネタは、コリンクインのアップデートのコーナーでの歌のパロディでアップデートのコーナーをクイーンから引き継いだ後もこのネタは続けられた。2000年10月7日のシーズンプレミアでティナフェイと共にウィークエンドアップデートのアンカーとなった。2004年サタデーナイトライブを降板し、 映画界へ進出した。2011年12月17日の一夜限りで、サタゲーナイトライブに復帰して、司会を務め、交番後数年間に放送されたネタに、仮名を出演した。この時の司会により、プライムタイムエビー賞ゲスト男優賞コメディ部門を受賞した。2009年より、j レノの公認で、ザ・トゥ・ナイト・ショー・ウィズ、 コナン・オブライエン放送開始のため降板した、同じく、サタゲー・ナイト・ライブ出身のコナン・オブライエンが司会を、務めていた番組を引き継ぎ、レート・ナイト・ウィズ・ジミー・ファロンの公認司会者を務めた。2008年4月24日に決定し、5月12日に公式発表された。記者会見の様子はフールで放送された。2009年3月2日、ゲストに、ロバート・デ・ニーロ。 ジャスティン・ティン・バー・レイク、ニック・カーター、音楽ゲストに、バン・モリソンを迎えて、初回放送された。第1週目のゲストは、ティナ・フェー、ジョン・ボン・ジョビ、キャメロン・リアス、ドナルド・トランプ、ドリュー・バリモアなど。ファロンによる歌真似やモノマネのコーナーがあり、ポピュラーカルチャーで起こった出来事を風刺して、替え歌にし、これらのパフォーマンスは、動画で急速に広まった。 2011年5月26日、ゲストである、クロスビー、スティルス、ナッシュヤングのグラハム・ナッシュ、デビッド・クロスビーと共に、ファロンは、ニール・ヤングのモノマネをした。他に、エディ・ベダー、パール・ジャムを真似て、ジェレミーを演奏して、ニューヨーク・ニックスのジェレミー・リンについて、替え歌で歌唱、ドアーズと共に、p b s の子供番組、リーディング・レインボーのテーマ曲を演奏。 ニール・ヤングのモノマネで、ザ・フレッシュ・プリンス・オブ・ベル・エアーのテーマ曲の演奏、デビット・ボーイのスペース・オディーティを演奏して、デンバー・ブロンコスのクォーターバックのティム・ティー・ボーについての替え歌を歌唱した。2012年1月、このデビット・ボーイの替え歌が初めて放送され、新人深いことで知られるティー・ボーのモノマネ、ティー・ボーイを演じ、動画が急速に広まった。好評を受け、 フロンコスがベートン・マニングを獲得した2012年3月20日に再演しティーボートのトレードを示唆した。ファロンはその後も有名歌手を中心にモノマネを続けた。2011年3月2日番組2周年記念にベンジェリーズはレートナイトスナックを製造した。翌日コルベア・レッポーはこれをパロディ化し、双方の司会者はネタとして短期間争っていた。 コルベアはこのアイスクリームの味を冗談で散々、けなした。2011年11月21日、2012年、アメリカ合衆国大統領共和党予備選挙に立候補したアメリカ合衆国会議員、ミシェル・バックマンがゲスト出演した。彼女が登場するとき、バンドのザ・ルーツは、フィッシュボーンのライン、アスビッチを、歌の部分はファミングにより演奏した。 数時間後、ドラム奏者のクエストラブは、選曲について、昨夜の曲が気に入った人たち、私たちの演奏が気に入ったでしょう。最高だ。曲名は言わないけれどもわからなかったら周りに聞いてくれ、とツイートした。民主党女性議員たちから批判があり、ファロンは、昨夜部キャナン氏が、ゲスト出演してくれたことを誇りに思います。曲については、申し訳ないと謝罪をツイートした。 またファロンはクエストラブについて出演禁止とからかった。2013年8月現在、ファロンはレートナイトで年1100万ドルを稼いでいる。2014年1月、ブルース・スプリングスティーンのモノマネをしたファロンは本人と共演し、スプリングスティーンのヒット曲、明日なき暴走を替え歌にし、ニュージャージー州知事のクリス・クリスティを呼び、 ホートリー道路閉鎖報復渋滞疑惑について、あざけった。2013年4月3日、かねてより噂となっていた通り、NBC は公式に2014年のソチオリンピックの後から、ザ・トゥナイト・ショーの司会が、J ・レノからファロンに交代すると発表された。ファロンは、タクシー・ NY、僕のニューヨーク・ライフ、あの頃ペニー・レインと、2番目のキス、バンド・オブ・ブラザース、 ザ・マジック・ラウンド・アバウト、ファクトリー・ガール、ローラー・ガールズ・ダイアリーなどに出演した。また時々ニューヨーク、マサチューセッツ州ボストンにあるハウス・オブ・ブルースなどで時々スタンダップコメディにも出演している。2002年コメディアルバムザ・バス・ルーム・ウォールを発表した。評判は賛否両論でローリング・ストーン氏はアルバム内のイディオット・ボーイ・フレンドについて プリンスのパロディとしては、ベックのデブラに次いで最高と評した。しかしその一方、同志はコメディのネタとしては酷評し、最終的に5つ星中2つ星しかつけなかった。このアルバムは、第45回グラミー賞最優秀、スポークンコメディアルバム賞にノミネートされた。2001年6月7日、キルスティン・ダンストと共に MTV ムービーアワードの司会を務めた。 この受賞式の中で、ファロンは、セックスザ式と、マトリックスのパロディ、セックスザ・マトリックスでネオを演じた。2002年には、同受賞式の単独司会を務めた。このオープニングでは、エミネム、アブリル・ラビーン、ネリー、ザ・ホワイト・ストライプス、デーブ・マシューズ、エンリケ・イグレシアスのミュージックビデオのパロディが放送された。2002年、ザ・ラトルズに、 キャントバイメランチに出演し、マイクを奪うなど時々、父親を困らせるメルビン・ホールの息子を演じ、この映画をドキュメンタリーであると語った。2005年、MTV ムービーアワードの司会を務め、スター・ウォーズ・エピソード3、シスの復讐のムスタファーでのシーンのパロディで、アナキン・スカイ・ウォーカーを演じ、アナキンとパドメア・ミダラが、最後の会話を交わした。2002年、ピー・プル氏が選ぶ。 最も美しい50人の一人に選ばれた。2004年のワールドシリーズでセントルイスカージナルスに4戦4勝で勝ったボストンレッドソックスのファンでありドリューバリモアと共にブッシュメモリアルスタジアムで2番目のキスの撮影を行った。2006年女優パーカー、ポージーと共にトラクター制作のペプチコーラのコマーシャルスポンテーニアスコンバスチョンに出演した。 コマーシャルの中で、ニュートンのストリームラインに合わせて、ファロンとポージーは踊ったり飛び跳ねたりしている。同年10月、ロイヤル・アルバート・ホールにて、アムネスティ・インターナショナルの啓蒙のためザ・シークレット・ポリスマン・エス・ボールの舞台に出演した。公演中3回登場し、1回目は、ショーン・ウィリアムソン・フンスル・ドアマンを騙すためデビッド・ボーイ、ジェリー・サインフェルド、 デビット・ブレインなどのモノマネをした。ドアマンは、ファロンをタクシー NY に出演していた俳優だと気づくが、それでもドアを通そうとしない。ドアマンに追い出される前に、ファロンは、ラッセル・ブランドのふりをし、最終的に、アルマーレのパブ・ランド・ロードのネタの通り場の着ぐるみで通り抜けようと、する。また映画、ザ・マジック・ラウンド・アバウトでは、ディランの声を担当している。2007年、 カーウォッシュ・フォー・ピースを作曲し、収益金をすべて寄付した。また、ザ・トナイト・ショー・ウィズ・ジェレノや、ザ・ビューで歌を披露し、マイ・スピースに曲を掲載した。またこの頃 YouTube で有名となった、ロンリー・アール・フィフティーンこと、ジェシカ・ローズのパロディを呼び、歌を、ロンリー・ファロン32の名で制作された動画が、様々なサイトに転載され広まった。 1999年、ファロン、および姉のグロリアは、アイヘイトディスプレイス、ザ・ペシミスト、エスガイド・ツー・ライフを表した。予定されていた2冊目のアイヘイトディスプレイスに、東京ドリフトは、未だ出版されていない。またファロンは差し絵、アダム・ストーワーによる子供向けの本、スノーボール・ファイトも表した。ディグネションの放送第185回にも出演した。 2010年5月4日、NBC は、ファロンが第62回プライムタイムエミー賞の司会を務めることを発表した。視聴者が前年より20万人以上増えたとみられる。2012年4月24日、ノースカロライナ州、チャペルヒルにあるノースカロライナ大学チャペルヒル校で放送を収録した。ゲストは、バラク・オバマアメリカ合衆国大統領でアメリカ連邦議会により、 学費ローンの支払い利息率が2倍になる可能性について語った。なお、この時の音楽ゲストはデーブ・マシューズ。2012年6月9日、ライアン・シークレストと共にアメリカントップ40のゲスト司会者を務めた。2012年6月12日、2枚目のコメディアルバム、ブロー・ユア・パンツ・オフを発表した。ボーイやニール・ヤングなど、ほとんどの曲が、 レートナイトでモノマネした曲である。またスティーブン・コルベア、エディベダー、ブルース・スプリングスティーン、ポール・マッカートニー、ジャスティン・ティン・バー・レイク、デーブ・マシューズ、ビッグ・アンド・リッチ、およびニュースキャスターのブライアン・ウィリアムズがゲスト出演した。2013年第55回グラミー賞で最優秀コメディアルバム賞を受賞した。アメリカン・ソングライター氏のインタビューで、ファロンは ジャスティン・ティン・バー・レイク、ポール・マッカートニー、エディ・ベダー、デーブ・マシューズ、ブルース・スプリングスティンなどが出れば、どんなコメディアルバムでもクレイジーになる。もしこれが15歳の頃だったら、オーマイ・ゴッド、ディス・イズ・オーサムと言うだろう。デーブ・マシューズって誰と言っただろうけれど、まだデビュー前だったからねと語った。2012年から2013年のシーズンで NBC の ガイズ・ウィズ・キッズの制作及びエグゼクティブプロデューサーの一人を務めた。2015年のジュラシック・ワールドではジミー・ファロンの名前のままでの役名でジャイロ・スフィアという球体の乗り物に搭載されている教育ビデオの案内役で仮名を出演した。2007年12月22日、ドリューバルモアと共にフラワーフィルムズを立ち上げた映画プロデューサーのナンシー・ジョボネンと結婚した。 2013年、代理母出産で娘を授かった。ゲイリー・フリックという名のクリーム色のメスのゴールデンレトリバーを飼っており、レートナイトに時々出演した。2011年2月22日、ドクター・オズショーに出演した。ゲスト出演していた美容整形外科医のアーサー・ペリーに、観客のいる前で左手のほくろを取ってもらった。エグゼクティブプロデューサーとして、脚本家として、 ありがとうございます。